その乳幼児期であったり、まあ、小学生の時期っていうのが一番こう人間形成にすごく重要な時期でもあるし、その体験が大人になってから、すごくいい体験になって覚えてると思うので、うん、この時期を大切にしたいなというふうに思っているんですね。なので今回はその子どもたちの親子っていうのを対象にしています、うん、お散歩お散歩楽しいな。セミ、よし、みんなセミになるんだ。セミだ。ここセミの抜け殻だ。伸びて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 。できた。運動遊びであったり、まあ、自然遊びであったり、まあ、アートであったり、まあ、今回は食育も入れて、まあ、全てを体験しながら子どもたちにいろんな体験をしてほしいなと思ってます。森の神様、お邪魔します。テッシー流、階段があると必ずしてしまう動きをしたいと思います。なんかすごくいいコーナーができる。そう向いて落ちないようにさ、歩くことできるかな。そういいね、いいね、乗ってるね。泣いてる。自然の中は子供たちの好奇心を持つような、こう土であったり石であったり、植物であったりっていうものがたくさん、もう宝物のようにあるので、そういったところでやっぱり体験するっていうのがすごく今の子供たちにはとても大事なことだと思うので。あ、カニカニ、おー、でかい。カニ、裸足だといろいろ感じられる、この地面との一体感。皆さんにこの道具を使って、森の恵みを使ってお茶を作ってほしいんです。お茶の葉っぱって特徴はさ、いろんな形の葉っぱあるけどさ、まずね、ちょっと厚めの葉っぱなんだけど、これは違うね。ほら、はい、子どもたちの何か好きを見つけてほしいなーっていうふうに思っていて、食育でお茶を作るのが好きだったよとか、やっぱり葉っぱをアートにするのが好きだったよとか、いろんな好きが見つかると思うので、そこをぜひまたお家に持って帰ってもらって、親子でそこを引き伸ばしてもらったり、砂糖をほっぺとか鼻とか口とかつけたらいいんじゃない？あ、黄色ここに。それをさ、あのさ、まっすぐの口にするとか。あ、すごい。これを。いいね。あ、すごい。魂、魂。イエーイ。